今日の字は美しいです。最初の点は軽く跳ね上げましょう。中心は右寄りに。上部は少し開けると柔らかさが出てきます。左側を長めに取ると行書の安定感が出ます。ここは直線的に引き、しの字も右下に抜いていきましょう。最後は軽く下に抜いていきます。人の本当の美しさは外見よりも内面が大事なのです。負け惜しみではありません。